こんにちは。ハリキュー生態なる治療院の院長伊藤です。今回はこちら、仕事中でも座ったままで猫背の矯正ができる方法をお伝えします。この方法、フェンシングの世界選手権金メダリストである太田雄貴選手が実践されている方法です。簡単ですのでぜひやってみてください。それではどうぞ。はい、今回は仕事中でもできる胸の筋肉のストレッチをお伝えします。どうして胸の筋肉をストレッチすると良いのか。それは呼吸が深く吸えるようになるからです。おそらく多くの人が今パソコンを使って仕事をされていると思います。で、パソコンを使って仕事をしているとどうしてもこう前かがみの姿勢になって背中が丸まってしまいます。で、そうすると呼吸が、やってみると分かるんですけども、なかなか深く吸えなくなってしまうんですね。そうすると酸素も入ってこないので、夕方になってくると疲れたというような状態になります。ですからたまにこう胸の筋肉を開いて背中をこう伸ばして呼吸が深く吸えるような状態にしてあげることで疲れが違ってきます。ぜひやってみましょう。簡単です。椅子の上でできます。まず椅子に座っていただいて、この椅子の縁のところですね、ここに手をかけます。で、縁のところに手をかけて、で、ぐーっと胸を斜め上ぐらいに張っていきます。腰を反るというよりも胸を上に上げていくというような意識の方がいいと思います。で、ぐーっと胸を斜め上に上げていって、それと同時に肩甲骨を中央に寄せていきます。ここら辺にちょうど菱形筋という肩甲骨を内側にこう寄せていく筋肉があるんですけども、この筋肉を意識しながらぐーっと中央に寄せていきます。手をついて胸を張ってぐーっと肩甲骨を寄せる。で、寄せていきながらここで10秒間ぐらいキープして、で、緩めます。で、ちょっと休憩したらまたぐーっと胸を張って肩甲骨を寄せる。で、私は足が短くて胴が長いのでこの手の踏ん張りが効かないんですけれども、普通の人ならここで手がぐっと力が入ると思いますので、その時にこう胸を張って肩甲骨を寄せるサポートを手でしてあげてください。ぐーっと張っていきます。で、戻していきます。これは仕事中ちょっとの合間でもできると思いますので、やってみるとその日の疲れが違ってくると思います。ぜひやってみてください。いかがだったでしょうか。この方法、そんなに目立たないので仕事中でもできると思います。どうしても前かがみになりがちなデスクワークだと、この方法をたまにやってあげることで猫背が固まってしまうことを防げると思います。ぜひ実践してみてください。詳しいやり方については今この辺りに出てくるリンクの記事をご覧になってください。またチャンネル登録もしてもらえると嬉しいです。今回も最後まで見ていただきありがとうございました。